ごハルカツは、台湾内栗県出身の野球選手。右投げ右打ち。その投球は、麒麟ジ台湾と評された。1931年の第17回全国、中東学校優勝野球大会で、台南州立、嘉義農林学校のエースで4番、首相の、文字通りの大黒柱として、出場、全試合を一人で投げ抜き。 同校を初出場ながら、準優勝に導いた。同大会の台湾予選におけるノーヒットノーラン及び、甲子園大会における関空は、それぞれ台湾野球史上初の快挙である。1933年に、早稲田大学に進学、総大では一塁一緒に転校して、打者として活躍。1936年には、 東京六大学野球での当時の通算ホームラン数の大記録となる7本を記録同年秋のシーズンでは打率0.333で首位打者を獲得している。1938年に総大を卒業した後はプロ野球には進まず、外地台湾籍のまま東京の台湾拓職に入社して社会人野球選手となった。1945年に終戦によって、 台湾拓職が整理されると同時に野球選手を引退、それ以降も台湾には戻らず、日本で個人事業を営み暮らした。東京都豊島区に居住、千代田区工事町4丁目に営業所、後に同2丁目に転長荒川区にて事業を営んだ。晩年引退後、調布市に転居、生来のヘラ船リや競馬観戦に勤しみ、台湾内国のふるさとをたびたび訪ねるなど、 悠々自適に過ごした。1983年病気により、調布市内にて死去。去年71歳。戦後、日本国籍を失った後は、日本国籍を再取得することなく、亡くなるまで、中華民国の国籍のままだった。ワインドアップモーションから大きく、テイクバックを取り、そのまま上半身ごと体をひねって投げ下ろす力感。 溢れるフォームから繰り出す速球に威力があった。変化球はカーブとシンカーを持っていた。そのダイナミックな投球フォームは当時の新聞からクレ投手のモーションはすこぶる大掛かりで球が一度に二つも三つも飛び出しそうな気配と評された。第17回全国中等学校優勝野球大会におけるクレの投手成績は初戦の神奈川昇降戦こそ 被安打1、脱三振8、吉死球4で完封したものの、続く札幌商戦では、打ち合いとなり脱三振8ながら、被安打10、吉死球7、失点7。準決勝の小倉高戦では、被安打8、吉死球3、失点2ながら、脱三振は3にとどまった。決勝の中京商戦では、国士による右手指の負傷を押して出場したが、 怪我と疲労に加えて、中強症の抜け目ない攻撃にあって、苦戦、3回に2種からヒットと死球で1、2塁とされてから、三遊間に、タイムリー、打者走者は、本類送球を見て2塁を狙い、その際に2塁視察を焦った保守が2塁に、悪送球して2点、4回には、無視1塁から投げ1件バントアンダこの打球を処理するべき2塁種が2塁ベースカバーに、入っていた隙を突かれて、無視に、 三塁とされ、その後一死は取るものの自らの冒頭でさらに2点を追加されて力尽きた。なお決勝戦でのクレの投手成績は、飛安打11、脱三振0、吉市98であった。飛田水州はこの試合でのクレの投球を、クレのカーブは、その疲労とともに速力を減じ、コントロールにもは,なはだ悩み、中京にこれを狙われて、崩れを見せるに至ったと表している。 同大会でのカヨシノリンの快進撃は、クレの投球に加え、準決勝までの3試合で32得点したカヨシノリンの強力打線によるものが大きい。なお、クレ自身は打者としても大会通算で打率0.41に三振0と活躍した。早稲田に、縁の深い映画、かの海の向こうの甲子園多摩頭門会のページ、クレ以前には1930年に、 境内の宮武三郎がマークしたのみ。なおこの記録は1957年に長島茂雄に更新されるまで約20年間破られなかった。東京六大学野球リーグ戦、首位打者東京六大学野球連盟のページ。ありがとうございます。